これ上つながってるのかな。狭で上が窓になってて、ほんと昼用だから電気一つない。本当はここ新人と野辺さんが行く予定だったんですけどね、撮影開始5分前に急遽翔星さんからじゃあ3人で行ってきてって言われたんで、いわく的にも、まあ、女性の霊が出るっていう話なので行くつもりはなかったんですけど、なんだかんだトイレ検証って初めてなんだよな。外からかな、今の音は。外ではなさそうなんだよな。一応見に行ってみるか。これがトイレの外側ですね。風とかも吹いてないので、なんか掃除の道具が揺れたっていう感じでもなさそうだし、動物の音かな。向こう側からすごい足音が聞こえますね、まあ、トイレの方戻ってみるか。もしどなたかいらっしゃいましたら、このアプリを通してお話ししてください。私には霊感はありませんが、何かお力になれればと思ってます。早い。今ですね、ちょっとゴーストチューブを使っていて、今回してたら早いっていう言葉が出てきたぐらいなんですけど、ちょうど動画には撮れなかったんだけど、つけた瞬間にアプリを起動した瞬間にないっていう言葉も入ってきて、今のところ二言だけですか。その二言だけ。まだちょっとつながりが分かんないから何とも言えないんだけど、でも反応はあるんですね。反応はある。ちょっとこっちはこっちで個室とかも入ってみようとは思うので、そしたら早速もう個室の方をこもってしまおうかな。ライトこっちでいいか。ちょっと自分では見えないんですけど、外の様子がどうなってるのかも映ればなと思います。まあ報告に出てるのは女性の幽霊ですけど、だけとも限らないので、もしかしたら男性の方もいるかもしれないですし、全然この空間にいるっていうこともありえますからね。
でも今のところ霊的な異変とかは感じないですね。むしろなんか静かすぎて不安にはなりますね。自分の服の擦れる音とかしか聞こえないから。そうだな、ゴマも個室に入るっていうから、私も入ってみようかな。失礼します。よいしょ。個室に入った瞬間、ちょっと反応が良くなりましたね。ドアの方向に反応がありますね。一応ここの曰くとして、まあ女性の霊が出るっていうのは聞いてるんだけど、まあ、それと関係あんのかな。ものすごい反応する。そしてこのトイレ用っていうのが気になって仕方ないや。あなたはこの場所で、上で亡くなられたんですか？よかったら教えてください。ちょっともう一つの方に、もう一つの個室の方に行ってみよう。一度もない。一度もない。何が？一度もない。とりあえずもう一つの個室に行ってみよう。どなたかいらっしゃいますか？もしいらっしゃいましたら、こちらの方に話しかけてください。私には霊感がありませんが、この動画を通して何かお力になれればと思っています。ひざまずく。ひざまずく。ハンコが多いですね。そうだね。話しかけるっていうよりも一つ一つの単語っていうのが多いかも。そっちの方なんか、のびさん自身なんか違和感とか感じることは。いやー、特には私自身は感じないかなっていうのはある。もう電気消したら真っ暗だなっていうぐらいで、何か感じるかって言われたら、そこまで今のところは感じてないかな。わかりました。そしたらちょっと自分もトイレの方もう一回戻ってみます。はい、お願いします。わかりました。そしたらちょっと自分もトイレの方もう一回戻ってみます。はい、お願いします。お墓。お墓。この近くにお墓があるんでしょうか？もしよかったら教えてください。あ、ちょっとなんか、ピンボケしだし、ピンボケしだした。ちょっと出てみよう。外に出たら一気に反応が少なくなったな。誰かいましたら物音とか立ててみてください。のべさんの方すごい反応出てるみたいですね。なんか今会話してるっぽい感じの声が聞こえてきたけど。そしたら男子トイレの方はこれ以上いても何かが起こるっていう感じもしないので、検証はここで終わりにしたいと思います。暗い。暗い。今暗い場所にいるんですか？今私は、ライトで明るく照らしていますけど、こことは違うどこかにいるんですか？あんまり本当に一つ一つのつながりが
今回は特に見つかりにくいんで。どういう意味があるんだろう。ジャッジ。ジャッジ。私たちはジャッジマンと言います。それとはさすがに関係ないか。ちょっとまた動画を見返して、どういう言葉があったかっていうのをちょっと調べたいと思います。ジャッジマンです。ね、本日は以前1回検証に来て、まだその1回目の検証動画が出てないんですけど、今回のその編集を僕が担当してる際に、新人の1人検証全くできてなかったので、もう1回だけちゃんと検証をし直そうと。慣れてないながらも一生懸命やってるんだけど、多分何をすればいいかが分かってないから、今回の新人のその取り直し分の一人検証、ちょっと離れたところでこれをやってほしいとかっていう指示をトランシーバーで出してもらいながら、もう一回改めてちゃんとやってもらおうと思って、佐賀県有田市にある黒神山の方に来ております。で、黒神山っていうのは過去にロッククライミングかなんかで、ね、女性の方が事故死してる場所で、そこからの派生でいろいろ疑惑が出て、夜間になると女性の霊が目撃されてる心霊スポットなんですけど、あいにくの雨なので、事故死したであろう場所っていうところの検証は正直晴れじゃないと、難しいので、またきっと別日になります。なので今回はその下にあるトイレ、早速準備したいと思います。多分これを言ってる前に、ゴマと延べの男子トイレ、女子トイレの、様子っていうのは多分流れてると思うんですけど、本当はそこに新人のもぶっ込もうと思ったんですが、先ほど説明した通りなので、この後に、新人の一人検証の方の動画が流れると思います。とりあえず説明すると、はい今からはゴーストチューブをつけて、はいここにいるはい例の方たちに、はいいろいろと聞いてもらおうと思ってます。はい、どなたかいらっしゃいますか？いらっしゃいましたら返事をお願いします。なぜあなたはここにいるのですか？なぜここにいるのですか？あなたの声が聞きたくてここに来ました。もしよろしければ声を聞かせてください。怖いのか？怖いです。どんな感じやった？大丈夫そうやった？とりあえず見た限りは、新人もまだ今のところは落ち着いてるっぽいんで。なるほどね。あなたは転落した時に痛かったですか？怖かったですか？はい、大丈夫です。今大丈夫ですか？結構響くね。ゴーストチューブの途中だと思うんですけど。はい。はい。
うるさい。その事故で亡くなった女性の方にちょっとこちらから呼びかけてほしいんですけど、事故で亡くなった女性の方いましたら何かしら応答くださいみたいな、そういうワードでちょっと語りかけてもらっていいですか。はい、わかりました。危険、危険、ここにいたら危険ですか。先ほどうるさいって言われましたけど、私たちがここにいてトランシーバーで会話してるのはうるさいですか。何でしょう。ここでじゃない。ちなみにこれリスナーさんからいただいたんですけど、かなりいいですね。かなり綺麗に聞こえるね。いいですね。うん、雨がひどいからな。今の時点でどんなワードが聞こえてきました。最初の方にあなたはなぜここにいるのですかとかが出てきました。あー、なるほど。あと危険っていうのも出てきました。ですね、危険っていうのも出てきました。さっきお願いしたワードに対しての反応だろうなっていう答えは来てません。その反応っていうか、さっきトランシーバーで会話してるときにうるさいっていうのが出てきました。結構なんかあれだね、攻撃的というか、うん、なるほどですね。まあとりあえずいろいろあると思うんですが、もう少し頑張ってみてください。はいはい、わかりました。さっきなんか言ったよな、ちょっと聞き取れなかったけど、入り口付近が、あら、さっきまで分かってたんだけどな。でもトランシーバーしてる時にうるさいっていうのはさ、やっぱこの状況かっていうか、このやり取りがうるさいっていうことなんかな。じゃないんです、その騒がしいとかそういう。でもその最初にお前ここに何しに来たんやっていうワードが出たって言ってたじゃん。言ってましたね。でその後に危険って出て、でトランシーバーでやり取りしてる時にうるさいって出たって言うやんか、うん、まあその文の配列じゃないけど、まあ、流れというか会話の流れ的にはまああってはいるよね、うん、その なんかこの俺らがやってることに対しての反応的な感じではあるよね。何か伝えたいことはありますか。うるさい。すいません、何度も大丈夫です。大丈夫です。一回全部電気を消してもらって、はい、その中で、はい、もう一度さっき僕が言った質問をしてもらっていいですか。はい、わかりました。はい、わかりました。お願いします。電気を一回消します。一回まあだいぶ昔にさ、琴ノだけに行ったでしょ、はい、でその時に俺と新人乗ってて、延べとごまがまあ検証行ってて
で、こういう状態で待ってたんやね。はい。その時に、ガーガーガーみたいな、なんかわーって喋って、プツって切れて、暗い。で、なんか喋ったっつったら、いや、何も喋ってない。ね、まあ動画にも喋ってるところ残ってなかったし、っていうようなことがあったんや、ね。うん。だから、今カメラずっと回してるけど、そういうところがね、なんか、不意に来るから。あなたが転落死したと思うんですけど、その時どんな感情でしたか？何か言いたいことはありますか？これは何ですか？これはカメラです。鈴の音せんかった？鈴の音だから鈴持ってる？いや、持ってないですよ。持ってないです。ティリリンって鈴の音せんかった？いや、聞こえました？あの、熊よけみたいな。熊よけ？ああ、いや、しなかったんならいい。新人もまだ全然慣れてないからさ、一人検証。待ってる俺らもちょっと緊張するよね。そうですね。うん、反応ありました？レディ。そこまで反応はないです。新人的に、はい、まあ、暗闇にしてみた後と暗闇にする前、はい、何かます？暗闇にしたらやっぱ本当に真っ暗なんで、どこにドアがあるのかもわからない状態なんですよ。いや、暗い方が怖いです。ああ、わかりました。じゃあ、とりあえず電気をつけてもらって、一回バケタンとかをしてみて、で、ちょっと自分の中で、ここの場所嫌だなっていうのを、ちょっとなんか、見てもらっていいです。ちょっと雨が、ひどくなってきたんで、トランシーバーの電波がどうかわからんけど。電気をつけます。ここにいたのか。了解です。今からちょっと私に行くので、ちょっと他にもやってほしい検証というか調査があるんで、ちょっと延べに行かせます。だから今からちょっと2人で行動してもらっていいです？はい、大丈夫です。合流しました。延べがとりあえず、バケタンと熱を探知する機材を持って行ってるんですよ。で、バケタンをしながら、一応一人はバケタンをして、もう一人はトイレ周辺を、もしくはその内部ね、内部をその熱探知でちょっといろいろ調べてもらいながら、それを携帯というかそれをカメラに収めてきてください。了解です。わかりました。ちなみに新人がちょっとなんかここ嫌だなとか感じた場所はあります？そのゴーストチューブでしてる時に、うん、反応っていうか電磁波の上がったとこがここ入り口の方、ここだったんですよ。でちょっとここが気にはしましなりました。あ、もう一個ね、もう一個ちょっとしてほしい検証があったんだ。そういえば何です？ちょっと待ってね。すいません、ごめんなさい、何度も。真っ暗にした状態で相手にその、まあ、いるかいないか分かんないけど幽霊の方たちに話しかけながら、真っ暗な状態をカメラで写真を撮ってきてほしいんですよ。何枚か、10枚ぐらい。どういった内容を話しかけた方がいいですか？もし近くに誰かいるのであれば、今から何枚か写真を撮るので、その中に、映り込んでほしいなり、何かしらの表現をしてほしいなり、ただ真っ暗な状態にして写真撮影をしてほしい。
かりました。まずそしたら新人が気になった場所の方向にバケタンしてみましょうか。はい。いきますね。水色、うん、まあ、天使、うん、一応悪くはなさそう。鈴の音はどっちから聞こえてきたの？こっち、こっち。あっちって今指さしてる方で山の方ですよね、うん、山っていうか、まあ車で登ってきたところっていうか、もうほんとか細いチリリンっていう感じだったから、多分そんなに離れてないし、多分車のその辺じゃないかな。だから駐車場というか、駐車場ない。いや、その、まあ、時期が時期で、まだ真冬になってないから、まあ、誰かいんのかなって思ったけど、その、ただこんな暗い状態で、懐中電灯もなく、登るっていうことは、まあ考えられんし、うん、だからまあ、誰か、のべかごまが、鈴みたいなのを、まあ、ストラップでもいいけん、まあ、そういうのにつけてんのかなと思ったけど、つけてなかったけん、うん、外かなと思って。ただ、ニケチリリンっていう感じの音は聞こえたなっていう。まあ、わからないけどね。これで熱探知っていうことなので、一応、こうやって赤いものは出てくるらしいんですけど、はい、まあ、レイ自体は、あの、熱を感じないっていうことなので、はい、熱はないということなので。何色になるんですか？何にも、うん、冷たい場合だと本当にこういって青とかですね。なのでちょっと気になるところとかいろいろ見てみましょうか。はい。他になんか気になる場所とかあった？そのトイレ全体的にはその怖い、その霊的な感じで怖いっていうのはそんなになかったんですよね、はっきり、正直言って。ただゴーストチューブの言葉では、うん、結構その危険とかそういう感じの言葉をびっくりした出したので、ちょっとそれが気になりましたね。びっくりしたって何にびっくりした？多分私のドアが、私がドアを開けたんだと思います。動いた？多分動かしたんじゃないかな、うん、ドアの音のような気がした。いや、私何も聞こえなかったけど。遠く離れた。遠く離れた、遠く離れた。ここから遠く離れたとかそういうことなのかな。で、うるさいっていうのが2回出たんですよ。2回も？うん。それもちょうどトランシーバーのやり取りをしてる時とかです。あ、またさっき1回目言った時と同じような感じで、うん、その2回目も、2回目も、はい、やっぱりなんか近くで見てるのかな、私たちのこと。結構です、結構です。ここにいちゃダメとかそういうことですか？私たちはここにいない方がいいですか？熱反応はどんな感じなんでしょうね。まあ、初めて使うから、まあ、機材として、まあ、その熱の赤外線っていうのかな。そうです、うん、赤外線の機材をリスナーさんからいただいて、ね、今回初めて使うんですけど、それがどういう感じで役に立ってくれるのかっていうか、うん、まあ、どういう映像を見せてくれるのかっていうのはまだちょっと、まあ、実験はしたけど、やっぱりその本番で使うのと、うん、その例えば自宅とかでバーって使うのじゃ、まあ、見え方が多分全然違ってくるから、そこは分かんない。もう編集段階でその映像を見てみないと分かんない、うん、もうそればっかりはどうも言えない。ただ多分その見え方としては、まあ暖色系からまあブルー系で、ブルー系に行けば行くほどやっぱり熱がないで、暖色系に行けば行くほど熱が高いみたいな感じの表記だろうから、うん、試しに使った時もそうでしたもんね。うん、だからそのどういう見え方かだよね。だからその暖色系に移れば、まあ、熱を発してる何かがある、うん、まあそれがね、機械であっても、まあ、人間であっても、まあ、それこそ生き物的な何かとかね、うん、
だからそのブルーに見えてるところに濃いブルーが出て、まあ、濃くなればなるほど、まあ、多分熱が下がってるっていうところだから、まあ、そこに霊がいるっていう断定はできないけど、若干なりともそこは他のところへ空気が冷たいっていうところだから、うん、まあ、その判断ぐらい、だからイコール幽霊がそこにいるよねっていうにはならないとは思う、うん、まあでも可能性が高い、まあまあまあなんか違うよね他とはっていうところの判断ぐらいじゃね、うん、でもまあそれがあるのとないのじゃ俺らができる調査っていうのは多分全然違ってくるし、うん、また幅が広がると思うんで、そうだな、今青くなってます、多分まあちょっと寒さもあるのかな、飛ぶまたちょっとこっちの方で反応あったね、うん、ちょっとここでもう一回やってみようか、バケタ、はい、飛ぶっていうことなんか落ちたとかそういうところとかになるのかな、関係あるんですかね、あ緑になったね、うん、うん、鼻すごい聞こえます、気のせいかな、写真かなんか撮ってる、何をしてるか全く分からんね、こっちからも見えないですね、あでもバケタンかな、ちょっとバケタンっぽいですけどね、赤これの色かな、もう結構違うが、はい、あ青くなりましたね、こっちがちょっと青いね、さっき赤かったですよね、さっきちょっと全体的に赤かったけど、なんかあるかな、ここに表示されてる温度自体はそこまで変わってないんだよね、うん、さっき14度15度で、まあ、カメラで映ってる分でちょっと赤っぽく見えるかな、うん、ちょっと私たち自身ね、あの肉眼で見る分では結構ちょっと青っぽく見えるから、うん、この辺ちょっともう一回ここでもやってみようか、はいはい、うん、緑だね、そんなに助けてやっぱり遭難者とか、そうここのところかな、上の場所ですかね、うん、やっぱかな、やっぱりそれで亡くなった方からの SOS とか、やっぱりそのね遭難した時とかも発信してたのかもしれないし、うん、今すっごい真っ青になってるの分かるかな、消してみたら分かりますかね、分からないか、逆に分かんないか、ちょっともう、うん、青ですもんね、うん、伝わりづらいかな、分かんない、ちょっと見にくいか、この間さ、はい、心霊写真を撮ったでしょ、心霊スポットで、うん、ね、撮ってて俺新人延べごまって座ってて、まあ俺が写真見てたじゃない、はい、終わる直前に俺ずっと見てて、まあボードにこう書きながらこう見せたでしょ、はい、あの時帰る時に俺が動画消して、あのさ、ちょっと揺れなかったって言ったら新人が、ああ揺れましたみたいなこと言ってたじゃん、でその時にごまと延べは何も感じなかったでしょ、うん、であの後帰ってその時間帯にあの地区らへんね、まあ、地震があったのかなと思って調べたんだけど、まあ、地震ももちろんなかったのよ、確かにこうね体がねこう揺れる感じがしたんよ、うん、後ろの2人だけでしたもん、そうそうそう言ってたのはでなって、まあでも地震でもないってなった時に、いや何やったんやろって思ってっていう話でも、いや何やったんやろうね、あの時はあれでしたね、その今ちょっと言ったみたいに車自体が揺れたじゃなくて、そうそう椅子とか体が揺れ たここの空間が揺れたっていう感じ、本当に揺れたんよ、もうこれ この表現しかない、本当に揺れたんよ、うーん体のこの芯がこうなんか揺れるっていうか、まあ、そんな感じがしたんだけどね、なんかこれまでそういう経験をしたことはないないね、よくなんか心霊スポット行って風が強くて、うん、建物とかそういう木とかがバーって揺れてるのを見て、うん、あなんか揺れてる感じはするっていうのはあるけど、うん、あ
地震ぐらいの勢いで揺れてるっていう感じだったから、揺れ自体はそうなると結構強いですよね。強かった。感じてるのは、うん、何なんでしょうね。わかんない、わかんないけど、あの後動画に残ってないからちょっと今話したんだけど、あの後だから揺れたよねって言ったら、ごまとの部屋はよう揺れてないですよ、うん、でも新人はそれにがっつりか、あー揺れたみたいな感じで言ってきたから、うん、あー揺れてたんややっぱりと思って、そしたら最後はさっき翔生さんが言ってた、はい、やりましょうか、はい、今日その新人たちにやらせてる真っ暗にした状態で写真を撮るっていう検証なんだけど、よくさ心霊写真でも、まあ、真っ暗な状態にして何かしら撮ったら赤い光が浮かび上がってたら、まあ、言うなれば電車に近いじゃないけど、うん、その何かしら自分たちの目で見ようとしない状況下を作って撮った方が意思疎通が図れるのかなと思って、とりあえず全部真っ暗にして、真っ暗だから写真で撮っても何も映らないのが普通なんよね、うん、でもそこに何かしら映ってたら怖くない？もちろん何も映らない可能性の方がマジで高い、それはね、それは仕方ない、うん、でもまあワンチャン何かしら映ってて、それが例えばさ赤い光とか、まあ、何かしらほんとはっきり、え、こういうの映るわけないやん真っ暗なのにって言えるもの、あのやってみたいなっていう、今から写真を撮ります。写真を撮るので、もしどなたかいらっしゃいましたら、写真の中に何か表現してくれたらお願いします。哀れな分かるかな、反応しない、反応しない、はい、そう、それその画面映しながらちょっとやってみて、あら、なった、うん、びっくりした、押し方の問題だったのかな、ん、大丈夫、ならない。だから今回の検証からちょっとそういうどっちかって言ったら検証じゃなくて調査寄りな動画にしていきたいなっていうのはある。だって俺らの目的は映像に収めることでしょ、はい、ってなった時に怖がってるのもなんか逆に悪いのかなっていうか、だから怖いけど、もう本当にとっさに何か起きてうわーってなるかもしんないけど、ならない以上は検証っていうよりも調査をするっていう意識をね、ちょっと高めながら行った方が俺らも活動がしやすいかもしんない。今廃墟とか探してもらってるでしょね、やっぱり許可取りとかさ、昨今のその心霊 YouTuber とかのなんか、ま、なんて言うんだろう、心霊スポット嵐とかさ、うん、まあ、そういうのちょっと難しくなってきてるじゃない、うん、でもちゃんとした調査っていう やり方を俺らがちゃんと貫いておけば、うん、言うなればこういうものをしてますっていう、まあ、ものも見せれるわけじゃない、うん、そこで変にその辺の心霊 YouTuber みたいに学生乗りでうわー行く行く行くみたいな感じだと、うん、信用ないじゃん。正直俺のイメージ想像としては、外国の心霊検証をする調査をするドキュメンタリー番組みたいな感じの方向性で行きたい。あの人たちはやっぱすごいですよね。だからどんどん今後やっぱり機材も増やしたいし、うんうん、できることなら自分たちが心霊スポットを探していくっていうのももちろん続けるけど、リスナーさんがここ怖いからとか、ここで何々を見たけど心霊スポットじゃないっていう、そういうところ、今までもそれはやってきたけど、うん、プラス、なんていうのかな、まあ、何かしらこういうところで調査をしてほしいっていう方向性に向かわせられたらいいよね。うん、何かしら原因を追求するというか。え？え、今のは？下界の音？多分。下界の音ですか？まあ。めっちゃ今のちょっと怖いんですけど。パンパンって言うでしょ、うん、なんか木に響いて、木を叩いて響いたみたいな。まあ、
雨降ってるしね。いや、まだ今のは大丈夫だと思うよ。ですかね。多分。今のは、でもがっつり聞こえたでしょ。聞こえたよ。聞こえたけど、そんなに別になんか、おぉっていう感じじゃない。俺はだってさっき鈴の音聞いてるから。いや、それ、そうですけど。それに比べたら全然自然界の音じゃないって思える。それはね。うん。なんか、ぼやーけてな、ピントが合わない、カメラ。まあ、多分それはちょっと、暗闇だから。うん、まあ。もう一回ちょっとやってみるね。はい。押し方の問題と思う。あ、もしかしたら。反応しろ。なんてだろう。最初の方は映る、うん。ちゃんと映ってる、ね。うん。今度もう一回新人、はい、やってみる。すいません。何度もすいません。もう一度、お願いします。なぜあなたはここにいるのですか？なぜあなたはここにいるのですか？これって最初にも聞かれてた、はいはい、私たちはあなたの力になりたいと思って今ここに来てます。もし何か力になれたらと思うので発信言葉をもっと言っていただければと思います。大丈夫ですか？彼が聞こえますか？彼が聞こえますか？今ちょうど小生さんが言った、そうなんかね、トランシーバーの時とかに、今どんな感じです？今暗闇の中で写真を撮ってました。間違ってもフラッシュはたかないようにしてください。はい、わかりました。これ怖いでしょうね。もう10枚ぐらい撮りましたかね。大丈夫かな。フラッシュは全然焚いてないから大丈夫。はい、電気つけていいですか？はい、ちょっと。そしたら周辺の写真を撮りましょうか、うん、周辺の写真を撮って、はい、合流しましょうか。はい、はい、2人だからね。確かにそうです。1人でやれって言われたら怖いとは思う。もちろんそうなんですよ、うん。いや怖いと思うよ、普通に考えて。怖いと思う。でも相当ではないんじゃないな、だって2人でしょ。2人だったらできるよ俺。やっぱりいろんな音に敏感になりますからね。だから2人がしっかり気を持ってれば大丈夫だと思う。1人が怖がりだしたら怖くなるかも。そこに関してはちょっと新人心配ですけど。まあでも新人は1人じゃなかったら結構あいつ図に乗るからね。図に乗るっていうか余裕が出るから、うん、まあ余裕が出て喋りすぎて、この間の撮影分はもう全然ダメ、何もできてないじゃんみたいな感じになったんで、あくまで心霊スポットに遊びに来てるわけじゃないじゃない。さっきのゴーストチューブもなんかなんで来たんだと、で危険だってでうるさいっていうこのまあこう流れで来てるって言ってたじゃん、うん、それが本当に幽霊の霊の言葉なのであれば、うるさいがやっぱり前面に出てるわけでしょ、うん、もう何、もう何しに来たのお前ら、うるさいんだけどって、うん、そこまで来ててそれにうえーとかなってたら、いやそりゃ失礼だよねって。だから荒らしたくないからこそちゃんとしてほしい。そういう学生乗りはいらない。前そうです、あれでしたね、サブちゃんのライブでも言ってましたよね。うん、いやいらないよ本当に。俺見ててイライラするもん、同じメンバーでも。もちろんね、怖くてうわって焦ってしまう気持ちもわかるし、正直人間だからそうなる時もある、うん、もうそれは仕方ない、うん、けどそうならなくていい時の方が大半、全然ならなくて大丈夫だよね今のはっていうところは大半だから、そこがひどかったのと、何の検証もさせてあげられなかった、それはもう俺らのミス、うん、まあ、新人はだって入ってそんなに経ってない状況下で一人検証始めて、まあ、何やっていいか分かんないってもちろん当たり前なんだよね、うん、そこを俺らがちゃんと指示出してあげれなかったっていうのは俺らのミス。まあちょっと二重にね今回怖い思いをしてもらってるけど、やっぱりそこは、まあ、今後あいつがねここのチームでちゃんとやっていくのであれば、まあそれを受け入れてもらってちゃんとする、そしてちゃんとさせるっていう状況を作らないと、見てる人にも失礼だし、その心霊スポットとしてそこに本当幽霊がいるな、幽霊にも失礼だし、あくまで心霊スポットって呼ばれながらもここを管理している地元の方とかももちろんいるわけじゃん、もうそういう人たちにも失礼だから、そこはしっかりやろうよっていうことだよね。今から周辺の写真を撮ります。もう一枚ですか？言ってください。
今から周辺の写真を撮ります。はい、了解です。本当にトランシーバーが鳴るごとに会話っていうか言葉を発してるんで、さっきもなんか言ってくださいって話してる途中になんか言ってるから聞き取れない時とかがあって、周辺こっちからした方がいいです。新人が思うままのところを撮ってもらえれば、はい、あなたを見てるよ。やっぱりさっきからね、私たちを見てるような会話ですよね。会話だからやっぱり本当に見てるっていうのは本当なのかもしれない。ちょっとここの、うん、入り口のところを撮ってみます。どうに迷いました。道に迷った。どうに迷いました。道に迷った。聞いてみていいです。道に迷ったっていうのは、はい、道に迷った時は寒かったですか、どういう状況でしたか、登山をしている時に道に迷いましたか。私に従ってください。私に従ってください。何をしたらいいですか。何か力になりたいので教えてください。あなたは今このトイレの中にいますか。すみません、今ガシャガシャ言って、ちょっと また反応があったんでちょっとバケタンしてみますね、はい、ちょっとどういう方なのか。緑、悪いことではない、悪い例ではないのかも。今ちょっと眠いてる方向ね、声が聞こえた方向でちょっとしてみたで。私はあなたが好きです。私はあなたが好きです。私のことでしょうか。ちょっとびっくりした。すごくなんか本当に発信してくれてる、全てが同じ人かが本当はちょっとね判断はしかねるけれども、でも言葉の一貫性はすごいあるよね、うん、なんか道に迷ってるとか、うん、とかそのトランシーバーが来た時に、うん、ねえちょっと反応があったりとか、うん、言ってくださいとか、うん、うるさいとか、うん、こっちの方撮ってないですよね、まだ撮ってない。触る触る触る、なんだろう、やっぱ暗いですね。やっぱ暗いね、うん、でも何かが落ちるかもしれない。うん、うん、取れたね。なんかちゃんと取れないな。取り方なのかな、なんだろうね。全然ですね、ライト照らしててもちょっと撮ってみよう。はい、良い良い、なんだろう、なんかさっきちょっとさっきからちょっと好意的な感じがなんかね、うん、
どうでした？あの正直霊的な怖さっていうのはあまりなかったんですよ。雨が降ってたっていうのもあって、そっちの方がちょっと雨の音の方がちょっと怖かったなっていうのがあります。雰囲気にやられたっていう感じ、さっきそのトランシーバーで連絡を取ってる時に入ったすぐにあなた何しに来たのっていうところで危険から、はいはい、でそこの川の流れでやり取りをしている途中にうるさい、うん、でだから、まあ、一貫性があるというか、まあ、話の会話としては流れが合ってるよねっていう話をちょっとごまとしてて、うん、そういうことに関しては他に気になるワードとかはなかった。小生さんからトランシーバーで来た時に、うん、その時に限って反応するんですよ言葉が、うるさいとか。まあそのまだその今日取ったデータっていうのは全然見てないからね、新人がうまく伝えられないところもあるだろうから、ちょっとそれはまあ動画というかデータ見ながら形にしたいと思いますし、多分これを見てる状態っていうのであればこれが多分形にした状態なので、まあ何かしらまあこの動画を見て感じたこととか思うことがあればコメント欄に記入していただけたらと思いますっていうのと、多分この動画が今年最後の動画になります。あと1回ぐらい心霊写真の動画が出るかなっていうぐらいだと思う。ただ検証系の動画、調査系の動画は多分これが最後で、今回前やったように年末年始の動画を何かしら作ろうかなと思ったんだけど、今年は作りません。でクリスマス前はちょっとクリスマスのあの一人なんかやったのよ、お前もいたね。あのやったんだけど、もうそういうのもちょっとやめときます。ちょっとおちゃらけた感はちょっとなしで今後行こうと思うんで、と次の動画多分1月、まあ、半ばぐらいになると思います。その動画を出すまでは多分、撮影に忙しい日々を過ごしてると思いますんで、次の動画を楽しみにしていただけてたらなと思います。ということで2023年本当にね、まあいろんな天気があって、でまあ、メインチャンネルからサブチャン作って幽霊とか霊的心霊的以外の動画もそっちに移動しますっていう、まあ、判断をしたりだとか、何かしらいろんなことがあった年になったと思うんで、皆さんお疲れ様です。そして2023年も本当に皆さんお世話になりました。ということで2024年もよろしくお願いいたします。僕らは今からまたね、心霊写真撮って、心霊スポットに行ってきます。はい。